京は人がすごいね。ママも初めて来たのよ。どっちだろう。え、ちょっともう一回見して。ちょっと待って、はい、あ、そろそろみたいよ。やっとか。あんた大丈夫？うん。広いね。すごいね。豪華。とりあえず座ろうか。うん。お父さんから？うん。明日検査頑張れよ、だって。お父さんも来れたらよかったのにね。うん。ご案内いたしましょうか。はい、ぜひ。かしこまりました。本日はご宿泊でいらっしゃいますか？はい。お荷物をお持ちいたします。こちらへどうぞ。お足元にお気をつけくださいませ。ご出発の際ですね、私ども車椅子もご用意しておりますし、タクシーのお手配もしておりますので、24時間いつでもですねおかけいただければと存じます。お待たせしております。どうぞお進みくださいませ。すごい綺麗ね。ね、窓もこんなに大きい。こちらは都庁側の景色でございます。夜になりますと夜景もお楽しみいただけます。ね、ママ夜一緒に見ようよ。お父さん、こっちこっち。お、このホテル？そう。立派なホテルだな。こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいませ。本日はお父さんもご一緒なんですか？表情であったりとか、あとは視線の先、そういったところからですね、私たちが読み取ってですね、お声をかけさせていただくことが多々ございます。まず自分自身が相手の立場になってみること、ベビーカーを押してたりとか、あとは車椅子を利用されているお客様の気持ちになってみてですね、あ、こんなことしてもらったら嬉しいなとか、小さいことですけれども、エレベーターのボタンを押してくれるだけでこれだけで嬉しいなとか、そういったものを率先してですね、行っているようにしております。Kyoplazaホテルが第二の我が家と思っていただければ何よりだと思っております。